今日はですね、本の紹介にやってまいりました。はい、その本がこちらです。今月1日に西日本出版社から発売されました。先生あのね、1年1組鹿島教室秘密やでというこちらでございます。はい、で先ほどからいろいろ名前が出ています。向井聡子さん、はい、これ見てください。監修向井聡子とあります。ほう、そう、サタフク元 MC の向井さんが今回本を出したということで、うん、今大阪に住んでいるんですけれどもあの向井さん、福島の皆さんにご挨拶を。間に合いました。はい、お久しぶりです皆さん。20年ぶりに帰ってまいりました。はい、向井さんね、身長150センチでちっちゃいんだけどもとってもパワフルだったっていう印象があるんですけども、うん、身長伸びましたか？身長は伸びてないんですけども、年は倍になりました。でも雰囲気全然変わってない。でも知らないという方もいらっしゃると思うので、はいはい、当時の映像とともに向井さん紹介したいと思います。向井さんはですね、1999年に新人アナウンサーとして福島テレビに入社しました。はいはい、ね、変わってないんですよね。サタフクの前身サタデー福島の MC を1999年からおよそ3年間務め、はい、その他にもフジテレビ系列でアナウンス賞を総なめにするなど、アナウンス力ナレーション力は抜群。福島テレビ退社後はフリーアナウンサーなどで活躍しているという向井聡子さんなんですよ。ということでこのね、もう髪もレジェンド級って感じですよね。髪はちょっとやっぱ時代を感じますね。向井さん、サタフクの思い出ってどんな感じですか？いや、もうサタフクはやっぱりもう食べて遊んでパワフルに癒されて、そしてもう日常も私を切り取ってもらったって、もうそんな印象ですかね。とにかく体、楽しかったです。ね、は体を張って楽しんだ向井さんでありましたが、はい、そんな向井さんが今回出しましたこちらの本が、はい、先生あのねというこちらなんですが、うん、向井さん、この本の説明お願いできますか？はい、こちらは実は神戸市の教員だった鹿島和夫先生という先生がいらっしゃいまして、この先生がご自身の受け持ちの児童たちと一緒に1年間続けていった交換日記のようなものだったんです。でもこれは言葉を育むということよりも、むしろ子どもたちの心から飛び出すとてもピュアな言葉を表現する力を育む、つまり生きる力を育みたいという取り組みだったんですね。で、偶然私と鹿島和夫先生の生まれた家が30歩しか違わなかったということで出会いがありまして、コンクール、詩のコンクールを12年続けてまいりました。しかし鹿島和夫先生は去年天に召されまして、そしてこの後を引き継がせていただくということでこの本が誕生いたしました。そうなんです、2万点の中からね、189の子どもたちの言葉をよりすぐりました。この玉手箱という中からよりすぐりの作品を集めました。ということで、では向井さん、ここで生で朗読、少し詩を紹介していただいてもいいですか？おすすめを、はい、では顔、うん、髪を切ってもらったら顔が大きくなったもう一つ、早くしなさい、はい、お母さんがいつも早くしなさいとか、もうできたのとか言うのに今日は言いません。うん、ラジオで子どものしつけの話を聞きました。今日は何も注意をしません。でもしばらく経つといつもと同じになると思います。面白い。ね、向井さん、ハッとしたりホッとしたりってそういう詩がいっぱいあるんですよね。そうなんですよ。で、その子どもの詩の中からやっぱり私たち大人も忘れてたようなそういう感覚を思い出してほしいなっていう大人のため本でもあるんですよね。どうでしょう、この本を作るきっかけ、もう少し以上とご紹介したいんですけれども、まあはい、2000年から福島テレビのアナウンサーは朗読活動としまして、小学校に行って言葉とお話の教室やっていまして、それがきっかけになったと聞いてますよ。向井さん。そうなんですよ、まさにそれがきっかけですということをこの本の後半に書いております。うん、と言いますのも、その子どもたちとの活動の時で私が子どもたちからいただいたこう愛といいますか、子どもたちのこのピュアな気持ち、それが私に伝わってきた感覚がこの鹿島先生の本を読んだ時に感じたんですね。それでこの先生と一緒に何かしたいと思ったのがきっかけでした。で、実際にどうですか向井さん、こう本を作ってみて今回。
はい、いや本当にあの子どもたちの言葉から私が毎日毎日何回読んでも、あ、こんな不思議忘れてた、こういう知性忘れてたと反省したり、また自分の人生を修正していったりということになりますね。なんかこう自分の人生100年時代を生き抜くための力、無形資産を育む、そういう力になるんじゃないかなというふうなヒントをたくさんいただくことができます。郡山にもね、柏屋さんの青い窓の詩の活動などもありますので、なんかすごく似たようなところを感じますね。ね、なんかもう先生あのねって話すように、うん、その書こうと思うんじゃなくて、こう普段の言葉が出るっていう、ここが素敵なところなんですよね、向井さん。そうなんです、すっかり忘れてますでしょ、日常で。中さん忙しい、ね、なんか向井さん自分でも初めて見たって聞きましたよ、そういう詩を書くこと。そうなんですよ、今日だって電車で座れなかったけども、ポンポンって怒るんじゃなくて、うん、いい運動になるなとか、そういう風に感じる、感じ方がだんだん変わってきましたね。あ、なるほどね、うん、向井さん本当に久しぶりに、福島の皆さんの前でお話ということになるかと思いますが、最後に一言お願いします。はい、もう福島にまたこの本のイベントで行きたいなという風に思っているので、ちょっと行けるようになるのかなと感じています。生でお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。あ、じゃあ向井さん最後に例の得意の福島ならではの特技ありますよね。はい、はい、あ、そうですね、はい、ポンと本当にアナウンサーだよ。ありがとう、また向井ちゃんどこかで絶対出てくださいという感じで、楽しい楽しい皆さんもぜひホッとする本ね、手に取ってみてください。あと2分闘病後です。2分、はい、闘病、はい、サタフクのサガさん、お、赤べこになってます。気づいた。しかも私できるよまだ。そう、できる？あ、じゃあやってもらおう。あのね、うん、野村さんが書いたの。あ、今サタフク、赤べこ、赤べこ、赤べこのものにしましたね。野村さんが書いた。書いてもらったんです。おお、色鉛筆みたいな綺麗な。あ、そうそうそう。クレヨンかな。クレヨンかな。なかなかサタフクのサを赤べこに思うってすごいセンスいいですね。台風、夕べ台風で窓の外は大騒ぎでしたと、こんな詩人のようなことを書く子もいれば、お掃除、お母さんがせっせと掃除を始めています。きっとお客様が来るのでしょう。私はいつもきれいにお掃除をしていたら、お客様来ると言って慌てて掃除をしなくていいと思います。はい、わかりましたと思わず大人が襟を正したくなるようなきっかけを与えてくれる子供もいます。ぜひお手に取ってみてください。